中年オタッキーです。2021年も残り半月ほどになってまいりました。今年は随分冬の訪れが早いということで、もう長野とか走ってるとね、結構雪山を見ることが増えました。今年はちょっと寒くなりそうなんでね、皆様と風邪などひかないように気をつけてということで、まあコロナもまあ一応収束気味にはなっておりますが、まだまだね、完全収束したわけではないので皆様お気をつけください。で今日はね、もう見えてますが、贈り物の開封動画と、あとねちょっとフィルムの価格動向とかね、そういうことについてお話ししていこうと思います。それでは動画スタート。はい、それでは早速ね、開封していきましょうか。もう住所が分かるものは外しておりますが、今回ね、いつも名前を聞きます、ドリームロコモーティブ様からまた贈り物をいただきましたので開封していこうと思います。いきなり剥がし方を失敗しちゃったぞと切れるな、切れるな、ハサミ使うかよっ。はい、中身はね、フィルムとお菓子ということになってるんですが、フィルム価格がね、非常に高騰しておりますので本当にね、ありがたいんですよね。オタッキーの動画はフィルムがないと作れないんで、最近全然ね、デジタルのね、企画やってない。たまにはデジタルもやんなきゃいけないんですけどね、デジタルのね、いただき物のカメラもありますし、使わなきゃいけないんですけど、まあ実はもう使ってることは使ってるんですけど、まああんまりね、まだ進んでないって感じですけど。はい、お、チキンラーメンが入ってる。チキンラーメン、あ、いいですね。カップラーメン大好きなんで、あの夜食に食うカップラーメンってなんであんなうまいんすかね。これなんだ、あ、これもチキンラーメンだ。焼き鳥味、こんなのあるの。もう一つなんか入ってるね。チキンラーメン屋台のソース焼きそばっていう、いや、これ、ありがとうございます。長いことカップラーメン見てなかったんで、いやー、びっくりですね。なんか液体化だから、危ない液体化と思ったら、そばつゆ、くるみそばつゆだそうです。ちょっと開けてみようか。よっ。埼玉県秩父市。株式会社清水家さんで作ってる、くるみそばつゆをいただきました。麺つゆには本品1に水1で割ってお使いくださいということですね。うん、ざるそばとかを食べるやつなのかな。うん、まあ、とりあえずちょっと置いとこうか。んで、いいですね、懐かしく。これね、これもすごく美味しいですね。以前もいただきましたがね、走りながら食べるのにちょうどいい感じです。ありがとうございます。で、この奥に、あ、蕎麦も入ってる。蕎麦つゆと蕎麦のセットなんですね。うわ、これは嬉しいな。関東とかね、東っ側の蕎麦ってね、西っ側の蕎麦より美味しいんですよ。これはね、家族でいただきたいと思います。で、本題に入っていきますね。よいしょ。フィルムですけど、またこれ高いフィルムがいっぱい入ってますよ。よいしょ。これはパッケージなしの、ん、あ、フォーマーだ。フォーマーパンの100ですね。フォーマー100ですね。以前も使い、これフォーマーはね、なんだっけ、T 粒子ですよね。非常に映りがいい感じになっております。これはなんだ？あ、これはね、オルボの UN54 ですね。早速使わせていただこうと思いますね。助かります。で、これはローライの RPX400 を2本。3本。初のフィルムです。僕、初使ったことの、ローライのね、RPX400 は
まだ使ったことがないですね。ローライはね、非常にコントラストが高く出るフィルムで有名ですけど、非常にね、高価なんですね。すみません。ありがとうございます。高いフィルムですね。これは？あ、コダックのプロイ、あ、じゃあ、これもオルボね、UN54 ですね。詰め替えのやつです。ありがとうございます。本当助かります。で、ブローニーですね。ホマ200ですね。僕はね、ブローニーはね、今100しか持ってないんで、これ200ですね。ありがとうございます。早速使わせていただこうと思います。フィルムね、非常に価格が高騰しておりまして、まあ、その入手しにくくなってきている中で、こんなにたくさんね、フィルムありがとうございます。で、今日のね、本題っていうか、まあ、こっちが本題なんですけど、まあ、フィルムの、価格動向の話なんですけど、まあ、価格動向の前にね、もうラインアップがどんどん減っていってね、数も少なくなっていってるんですけどもね、まあ、例えばね、富士フィルム C200 がもうとうとうね、生産中止になったんじゃないかという噂が出ております。これはね、B&H フォトなんですが、まだね、B&H フォトではこのように表示されるんですけど、もうずっとね、not available for store pickup って言って、利用すること、店舗で利用することができませんっていう、ずーっとこの状態でね、売られてないんですよね。以前はね、3ドル99セントで出てたんですよ。それがね、6ドル99セントに値上がりしたんで、まあ、販売するかなと思って、値上がりしたんでね、販売するかなと思ったんですけど、ずっとね、入手不可になっております。まあ、他のフィルムもね、どんどん値上げして、この間ね、ホマーが値上げしたんですけど、長巻きでね、確かホマーはね、50ドルぐらいだったんですよね。それがね、今54ドルぐらいまで、若干値上げになってますね。で、今はね、その以前の価格で売られ続けているのはもうアリスタエデュー、100、200、400ぐらいになってますね。ケントメは100ね。以前ケントメ100とかケントメは400よく僕は使ってましたが、長巻き100フィートで以前は49ドルぐらいだったんですけど、62ドルぐらいまで上がってるんですね。で、コダックに至ってはもうトライ X とかね、T-MAX とかの長巻きがね、120ドルぐらいになってます。120ドルっていうことは現状で言うと、まあ1万4000円弱ぐらいということで、まあ22本ぐらい取れるんで、1本670円か680円ぐらいになってくるのかな。長巻きでね、600円台後半も700円台が見えてくる。まあ送料まで入れたら700円超えちゃうんで、あんまり美味しくなくなってるんですね。もうね、長巻きで美味しいって言ったらやっぱ80ドルぐらいまでには抑えて欲しかったんですけど、去年はまだ80ドル台だったんですけど、一気に値上げして120ドル台になってきてるんですね。まあそれでもね、買えないよりはマシなんですね。まだ売ってるだけマシって話なんですけど、今日はね、一応長巻きのね、はい、これね、これフィルムローダーですけど、ね、よ、ここにね、いや、蓋を開けるとね、ここからもフィルムが出てきてますが、これにね、空のパトローネを詰めて、まあ、空のパトローネをここに入れてね、で、これテープで貼っつけて、ひっつけて、よっと、ほんで、くるくる回すんですね、ここでね。で、これがカチッカチッカチッって回るんですけど、それで36枚撮りフィルムとか24枚撮りフィルムとか、まあ、10枚撮りフィルムとかも作れますけど、まあ、このフィルムローダーでね、空のパトローネにフィルムを詰めて、長巻きのフィルムのね、今日の話、主にしていますけど、価格がね、非常に上がっていってるんですね。で、入手不能になっているフィルムもどんどん出てきておりますが、ちょっとここはもう踏ん張りどころというしかないですね。フィルムカメラ
メラはフィルムがなくなってしまっては使うことができないです。まあ、完全になくなるっていうことは当分ないと思うんですが、まあ、富士山とか特にね、もうやめる気満々でどんどんラインアップを減らしていってるんで、なんとかしたいところですけど、多分ね、もう富士はね、ほぼほぼフィルムをやめていくと思いますね。まあ、株主総会でそういう風になったっていう話も聞きましたし、まあ、現状ね、どんどんラインアップを減らしていってるんで、最終的には、コダックとか、まあ、ハーマングループとかの OEM になっていくんじゃないかと思います。僕的には応援したいのはコダックですけど、コダックの値段はあまりにも高くて、とうとうね、その B&H フォトでコダックゴールド200の36枚撮りが9ドル99セントまで上がっちゃって、高いよって話なんですけどね。まあ、安くね、売ってたら、今安く売ってたら今のうちに結構なまとめ買いをした方がいいかもしれません。Amazon とかではまだね、10本セットで7000円ぐらい、1本700円ぐらいでコダックゴールド200とか買えると思うんで、まあ今のうちにね、たくさん買っておいた方がいいかもしれません。カラーネガフィルムは、だいたい賞味期限っていうか消費期限2年ぐらいなんですけど、まあその冷蔵庫に入れていれば10年ぐらいはまあ大丈夫じゃないかなということで、冷やしておけばね、うん、で使えるので、まとめ買いしても全然損はないんで、余分なお金がある人はね、株に投資するよりはよっぽど儲かるぞって自分で使う分ですけどね、株に投資するよりはよっぽど儲かるぞということでね、1万円ぐらい株買うんだったら1万円払ってフィルム買おうというねそういう話になってまいりますね。まあ、今日のね、話題はそんな感じでね、まあ、フィルム価格が高騰している中で、ドリームローコモーティブ様から大量のカップラーメンとお菓子と大量の高価なフィルムをいただきました。今後のね、動画撮影にね、活かしていこうと思います。本当にありがとうございます。もうね、間違いなく一番貢献しているね、視聴者さんなんですけどね、ドリームロコモーティブさんね、西の方にも結構出てきているということで、西の方でもね、オフ会の幹事をね、やろうかなっていう動きも見せてくださっております。まあ、オタッキーの資金が今全然枯渇してるんで、しばらくね、オフ会は無理なんですけどね、またね、西日本でドリームロコモーティブさんに会える可能性もございますので、オタッキーのオフ会のね、次の企画というのをね、ご期待いただければと思います。はい、今日の動画こんな感じでね、ちょっとあんま面白くない動画になったかもしれないですけどね、フィルム今のうちに買っといた方がいいよと。まあ、どんどんもう下がることはほぼないんで、上がっていくばっかなんでね、まあ、為替とかでね、若干のね、変動はあるかもしれませんけど、基本的に上がっていく方向なので、たくさんフィルム写真を撮りたい人は今のうちにがっそり買い込んで、冷蔵庫に入れとこうっていうね、話になっていきます。はい、で、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはにっこり EM さんですね。2枚です。こんばんは、お疲れ様です。いつも動画やライブで楽しませてもらってます。にっこり EM です。恐縮ですが初投稿です。機材はニコン F2 フォトミック、レンズはニッコール HCO と 50mmF2、 フィルムは富士のベルビア100です。タイトルはつけてないですがよろしくお願いしますってですね。1枚目からいきますが、1枚目ね、非常に美しい紅葉の赤になっておるんですが、残念ながら光は当たってないっぽい。全部シャドウになっちゃってるのかな。ベルビアということでちょっと色温度が上がって沈んでしまう色になりますね。で、2枚目はね、たっぷりの光の中ね、咲き残ったコスモスを撮っておられますが、これはもう狙い通りドンピシャですね。向こうの方にある塔のね、シルエットを使って順光調整をしてコントラストを上げています。非常に美しい写真になっておりますが、残念ながらちょっと水平が出てないんだな。これトリミングして水平を出してほしかった。これね、もう惜しい、本当に惜しい作品になっております。非常に美しい作品になっておりますね。まだ次の挑戦お待ちしております。ニコリーメさん、ありがとうございます。で、次はね、ARATA さんからの投稿ですね。タイトルは黄昏時に佇む。カメラニコン EM、 レンズニコンシリーズ E36-72F3.5
1.5 ズーム、名曲ですね。フィルムはね、富士フィルム業務用 ISO100。EM のために作られたと言われる、この標準ズーム、とても綺麗な状態のものを入手したので、早速試写した1枚。夕方、強烈な西日をギリギリ活かしながら、黄昏表現したいと思い撮ってみました。全然寄れないのと、広角側はズーム伸ばして撮るという、ちょっと慣れが必要。まあ、直進式ズームですね。が、無コンパクトで、これ1本でスナップ撮り楽しめますということで、まあ、作品なんですけどね、これね、見事な虹ゴーストが出ておりますね。シリーズ E って虹ゴースト出るんだな。本当にこれね、美しい作品になってまして、とてもネガで撮ったとは思えない美しい作品になっていると思います。まあね、直進式ズームね、昔のズームレンズは比較的直進式ズームが多かったんですが、まあこれもね、結構昔のレンズにはなるんでね、多少使いにくい部分もあるんですけど、まあ慣れればなんとかなるんでね、慣れたらね、使いやすい時もあります。時もね。はい、ARATA さんありがとうございます。次はね、ギブソンさんの作品ですね。お疲れ様です。最近忙しくてライブなかなか参加できないのでアーカイブで楽しんでます。ありがとうございます。おたっきーさんは年末お体気をつけて、仕事動画作成頑張ってください。今日は2枚投稿させていただきます。フィルムは JCH ストリートパン400、これ知らないですよ僕。カメラはペンタックス LX、 マニアックですね。レンズは FA43mmF1.9 リミテッドです。両方ともタイトルなしでお願いします。現像は D76 1:1自家現像です。ということで作品なんですけどもね、これシルエットをね、バッチリ使った、スナップ写真になりますけどね、二組のカップルがね、土手の上を散歩してる。流浄感は結構出てますね。結構粒子が出るフィルムなのかな。で、二枚目もそうですが、二枚目はね、若干アンダーになっていて、より流浄感が出てしまっておりますが、狙いはこれ非常に良かったんだと思いますね。人通りをね、ちょうどね、女性が一人歩いているところをシャッターを切った感じで、狙いは本当に良かったと思います。ギブソンさんありがとうございます。次がね、高滝さんから投稿。タイトルはね、夜の通路ということで。中南おたけさんの皆様、こんにちは、こんばんは。バスターミナルへ続く夜の通路を撮影しました。予想以上に綺麗に映っていると感じました。カメラ、オリンパス 35S2、前回の動画で紹介したやつですね。フィルムは富士カラースペリアエクストラ400ということで作品なんですけども、まあ、富士のね、色はね、非常に出ている写真になると思います。まあ、ほんのりアンダーですが、もうこれ夜の写真なんで仕方ないですね。構図としてはね、もうちょっとセンターを狙いたかったかなって感じと、あとね、アイポイントをもっと上げるか下げるかした方が面白かったかもしれませんね。もう一工夫って感じですかね。高滝さんありがとうございます。結構いいと思いますね。次はね、秋潤さんの投稿ですね。おたきさんこんばんは。写真を2枚投稿です。カメラミノルタハイマチック 7S、 フィルム富士スペリア400、2003年期限切れ、 ISO 400から100に変更。1枚目、背景ボケるんだ。2枚目狙って狙ってやっとのゴースト。ゴーストやフレア好きなので思わず挑んでしまいます。キャノン FT9L にフィルム入れましたが、時期は冬。早まったことをしたと焦ってます。自分には冬景色を撮影する感性と技術がありませんということなんですけども、作品なんですけどもね、2003年期限切れということで、やはりかなり色転びしてて、それがちょっと面白い写真になってますね。紫色にね、結構触れてます。マゼンダと言うべきかな。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、強烈なゴーストがね、右下に出てて、これね、車の中から撮ったのかと、ガラス越しに撮ったのかって一瞬思いましたが、多分これゴーストですよね。非常に面白い写真になっております。色温度が上がってるおかげで、太陽の光が青白く映ってるのもちょっと特徴的ですね。はい、秋潤さんありがとうございます。今日の投稿はここまでですね。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の投稿はライラさんですね。おたきさんこんばんは。
前回のまた投稿してくださいねという社交辞令を真に受け、俺のカメラに投稿させていただきます。いやいやいや、全然投稿してくださいよ、どんどん。いつも現像&データ化でお世話になっているチャンプカメラさんに行った時に、たまたま中古コーナーに並んでいたのでお持ち帰りしました。このカメラ、光母が五角形という珍しいカメラでした。作品と呼べるほどの作品写真は撮れてませんが、楽しく撮影してます。ボケはこんな感じでしたということでね、試写した、作品もね、投稿していただいております。カメラ、岡谷後期ロード SE、持ってないですね、僕ね。岡谷オプティック、ハイコール 40mmF1.9 コダックゴールド200ということでね、作品というかカメラなんですけどね、これね、非常にね、国鉄型のね、旧客車の中で撮られておりますね。光の影もこれ素晴らしいので、これタイトル画面にさせていただこうと思います。でね、五角形のね、ゴーストが非常にドカンと出ておりますが、これはもう5枚絞りですね。キャノンのね、ニュー ND50mmF1.8 とかでもこういうゴーストが出ますが、これ豪快にゴーストが出るということでね、こういうゴーストを出して遊ぶ人にはね、面白いカメラなのかもしれません。レンズ固定式のレンジファインダーカメラということで、まあよくあるカメラね、この時代のカメラではありますが、どう耐久性とかはどうなんでしょうね。ちょっと使ったことがないからわかんないですが、内蔵露出系もこれ一応ついてるみたいなんですけども、外部式の露出系を装着して速攻して撮っておられるようです。はい、非常にね、良い作品投稿いただきありがとうございました。まあ、作例の方はね、ご覧いただいたようにね、ゴーストがはっきりボンと出るもので面白いと思いますので、見つけた方はぜひぜひ購入していただければと思います。はい、俺のカメラのコーナーはここまで、ここからはやったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー。今回は津山ののりさんの、どっちだろうな。津山ののりです、こんばんは。次のネタができたので、今回もやったやっちまったコーナーへの投稿です。先日、とあるリサイクル店に立ち寄ったところ、コニカ FS1 を発見。ヘキサノン AR40mmF1.8 付き、単三電池を入れても稼働せず、後玉には薄カビありというものでした。いくらと尋ねると300円との答え、レンズだけでも300円なので安い買い物と速攻入。家に帰って裏蓋を開け閉めしているとワインダーが動き、ワンショットのみシャッターが動いて、シャッター幕が途中で止まってミラーアップ。ん？これ動くかもと思い、ネット上の修理情報を検索。ほとんど情報がなくがっかりしたものの、シャッター巻き上げた動作の過程で次のシャッターチャージを行う電磁石が接点不良を起こしているらしいとの記事。なんとか動かないかと速攻蓋を開け、各ギアにシリコングリスを注入し、今動くワインダーを裏蓋を開け閉めして動かしてみるも反応なし。観察してみてふと思いました。何十年もシャッター切られず薄くらい劣悪な環境に放置されてたら、接点に電気流れればシャッターチャージするのではと、速攻で中途半端に開いているシャッター幕を爪楊枝で強制的に上げ、下げ、バネの力で跳ね返させ、ミラーも同時に上げ下げ繰り返してみると、10回に1回くらい電気が流れ、シャッターチャージするようになりました。その後何度も同じ作業を反復、写真2枚目、爪楊枝の先で示した部品が、シャッターチャージをするスイッチで、ここを押さえるとチャージがうまくいくようになりました。今ではほぼ確実にシャッターチャージするようになりました。レンズのカビ取りも成功。やったーです。カメラ前面の LED がセルフタイマースイッチになっている面白いカメラです。今回の動画は同様のケースがあれば、完全分解しなくても逆転の発想で電気を流す方法もある。と、誰かの参考になればと思い投稿しましたが、荒領事です。真似てみようと思う方は、ぜひ自己責任でお願いします。ということですね。コパルモーター、コパルシャッターの強さ。コパルは強いんですね。で、カメラなんですけどね。まあ、コニカ FS1 ということでね、コニカの、一眼レフカメラ、終焉機に当たるカメラになりますね。結構、ホコリとかは被ってるんですけど、まあ、動けばいいかなと。レンズはね、ヘキサノンのね、AR40mmF1.9 ですが、非常に映りに定評のあるレンズです。これね、裏側をね、いじくってたら、そのうち動くようになったというのは、ペンタックスの、ね、スーパー A とかにもありますが、結構ね、いじってたら動くようになるっていうパターンが多いんで、
まあね、すぐに諦めなくてね、いじっくり回して壊れるまでいじれと。まあそんな感じになりますかね。僕もね、いじっくり回して壊れたカメラもいっぱいありますが、いじっくり回して動くようになったカメラもたくさんあります。ぜひ挑戦をということですね。津山のりさんありがとうございます。今日の動画はこんな感じです。たくさん夜食とかね、おやつが入ってね、ちょっとね、幸せなオタッキーですが、何よりもね、このローライ RPX400、これ楽しみですね。どのカメラで撮ろうかな。ちょっと楽しみなフィルムではあります。結構いただき物のフィルムね、たくさんあってね、まあ使い切れてないものもあるんですが、ぼちぼちね、使っていこうと思いますし、オタッキーの動画は基本的にフィルムがないと、動画になりませんからね、そのうち出てくると思います。はい、今日の動画こんな感じです。いかがだったでしょうか。ちょっとね、年末の繁忙期でかなり、へこたれておりますがね、ちょっと、投稿ね、コメントの投稿されていた方もね、ちょっと返信ができずにいるんですが、ちょっとお待ちいただければと思います。年末年始のね、休みでも、ちょっとずつ返していこうかなと思いますが、まあ、できるだけね、隙間に、時間でね、コメント返していきますので、またコメント何か感じたことありましたらコメントお願いします。で、チャンネル登録ちょっと失速しておりますがね、5000名いったらね、キャノン A1 プレゼントがありますので、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いしますね。で、高評価、コメント、高評価の方ね、ポチッと押すだけなんで、もうすぐに、今すぐポチッと押していただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じで、次の動画こそね、Adox CMS20、を使って、ミノルタの XE で撮ってきた写真を紹介していきます。前回のね、動画っていうか、前回ね、 CMS20 を使った時はコントラストが高くなりすぎたということで、なんとかコントラストを下げてみようって挑戦したものになります。まあ、専用現像液を使えばいいっていうだけの話なんですが、専用現像液を使わずになんとかできないかなと思ってガンでジタバタしてみました。まあね、結構いい感じで上がってると思いますので、こうご期待ということですね。はい、今日の動画はこんな感じで終わっていきます。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。